中津橋は長野県佐久市の千曲川に架か,かるトラス橋。中仙道の千曲川と河橋にあたり日本百名橋に選出されている。今日ある橋は1932年に開通したものである。1970年に歩道が設けられた。さらに1996年12月に歩道橋と中津橋公園が上流側に作られた。中部北陸自然歩道の 立品山麓と松並木の道の一部を成す。江戸時代初期、川中の岩と岩の間に木材をかけた投げ渡し橋という平橋があった。橋の木材や人足を提供するため、約100の村が参加した橋組合村が設けられた。金剛無類の荒川と言われた千熊川は、1年に5回ほど氾濫し、旅人や参金交代の大名を足止めにした。 1721年には、川中の岩が流されたため翌年、三間寄せ川を跳ね橋、塩灘川を平橋にする。1743年には、船を連結させる、船渡しにするが、その度に流され、平均すると2年に1回は流されたことになるという。明治時代の1871年に80分の有料橋となり、2年後、民間の船橋会社を経て、 となる1893年4月に長野県によって近代的な目標が架けられ、架橋地点は1889年に中津村になっていたことから中津橋と命名された。1910年3月に橋町70県、福音15尺の法上式目標を経て、1931年度に現在の橋が架橋された。元橋は旧道路法に基づき、 国道14号であったが新道路方向府や道路整備を経て主要地方道下に立つ佐々島線となり、さらに2019年現在は、佐久市道59-001号線となっている。2017年度に市長と兄弟の補修が行われた。ありがとうございます。